ちゃっ、こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、セリーグは巨人阿部監督、はい、新人監督セリーグ20勝一番乗りということで、はい、これ巨人では新人監督4人目になります、はい、まあ、川上さん、そうです、藤田さん、そして原監督、前監督、この3人が全員日本一になってるって、はい、そうなんです、おめでとうございます。ちょっと早い早い早い、まだ終わってない、まだ終わってない、あ、阿部監督にも今おめでとうございます。あ、そうだね、はい、いやいや、まだまだなんですけれども、巨人が、はい、まあ20勝一番乗りというところで、そうだね、はい、まあ、ピッチャーがよく頑張ってるな、ずっとそうですね、まあ、打つ方はこうなかなかな、そうなんです、ちょっと点が取れなくて、はい、まあ、振動もしてるけども、うん、まあ、そこを投手力でね、はい、まあ、補ってるなという感じはするけどね。そうですね、現在巨人チーム防御率が 2.27、はい、これ、6チーム中1番ですね、はい、で打率は2割2分8厘、はい、これは阪神と並んで低いですね、低い、低いですね、はい、なんですが、やっぱ首位にいるっていう、なあ、この何でしょう、強さという、強いのかどんなのかがちょっとよくわからないんですけれども、でもね、俺セリーグ見てると強いチームがない、はい、ああ、そこかな、いない。パリーグだとソフトバンク抜けてる日本ハムとか、日本ハム、ソフトバンクが強いけど、うん、強い、なんかね、セリーグ見てたらみんな弱い感じがするのよ。わかります。決め手がないというか。決め手がないんですよね。そうそうそう。まあ、その中で、うん、形を持って戦ってるのがやっぱ巨人だよ。その形というのは、というのはもう徹底したバントだとか、はい、あのチームバッティングだとか、うんうん、まあ、エンドランだとか、うん、盗塁にも現れてるようによく走ってるしね。はい、だから去年までの巨人とはちょっと違うよね。そうですね、うん、やっぱりどうしてもホームランとか大きいのでこうね、勝つ、まあ、でも今でもホームランが出たら楽に勝ってんだよ岡本選手、岡本とかね、そうこの前なんか吉川と小林の2本のホームランで勝ったとか、あと岸田選手、ね、岸田のツーランで勝ったとか、結局勝ってんのはホームランなんだよ。 それを守れるだけの投手陣がいるということ、今年はね、そういうこと。だから阿部監督が思ってる、描いてる野球っていうのは半分ぐらいしかできてないんじゃないですか。そうだけど、で得点圏で打たすみたいなさ、全然打たねえとか、そう、結局ホームランで勝ってるみたいな。そうなんですよ、ね、やってることと言ってることとか、うん、全然違うんだけど、うん、なぜか勝ってる。まあ、それはやっぱピッチャー投手力だよね。そうですよ、ね、まあ、キャッチャーも含めて、はい、でバッテリーで勝つ試合って多いでしょ本当に小林大スターだから。いや今大車輪の活躍ですよ。もう本当だよ。もうやっぱいいね、彼のリードその、いや持ってる雰囲気が俺大好きなんだよ、うんうん、あのキャッチャーとしての、はい、何でもいいよ来いよって、ピンチに行ってマウンドに行っても苦しそうな顔一つしない、はい、ね、場合によっちゃ笑ってるからそうなんです。いやだからもう本当にやっぱね、安心感を与えてくれるというね。いやだからここまで その巨人の強さというのはもちろんその小林選手 そのピッチャーへの与える安心感、ね、それもちろんそうだけども、それを使ってるのが阿部監督だから、だからまあそこら辺 その大城使えだどうのこうのっていうのはあるけども、うん、だけど今現状うまくいってるだけに、その話はもうしてもしょうがないよね。もうそうですね。だからもう打たなくてもいいって言ってんだから。そうです、そうです、まあ、別にいいよ、2対1で勝ちゃいい、1対0で勝てばいい、うん、3対2で勝てばいいっていうのを、うん、やっぱもうなんていうの、居直ってるから、はい、阿部監督が、うん、だからもうそれで勝ってる以上は素晴らしいよね、うん、あ、そうですね、今と俺は思うよ。そうですよね、うん、現在首位にね、現時点ではいますし、はい、でも中でもあと外野がなかなか固定できないっていう、固定するつもりがない、あ、つもりがないのか。そうそう、本当は固定したい気持ちはあるんですか。まあ、そりゃレギュラーがさ、うん、V 級時代みたいにしっかりしてりゃさ、うん、固定するよ、うん、いやだけど固定するだけの選手がいないじゃない、うん、そうです、まずは、うん、でやっぱベテラン長野もね、左ピッチャーが先発してきたらスタートするし、はい、うん、だからみんなでやっぱこうベンチ全員でやろうとしてるよね、うん、それは感じますね、うん、だからやっぱこうみんな出たら反応よく動くし、うん、でお声だってね上がってきて、あれまた打ってたみたいな、
うん、また上がってきてスタートみたいな、そうそうそう、まあ、そしたら打ったみたいな、はい、だから、まあ、ここら辺 の、 その動き方っていうのはなかなかつかみきれるものではないけども、だけどみんながこう一生懸命やってるというか、うん、まあ、それは感じるよね。すごい感じ、もう少しバントが、しっかりポン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 、世界一がいるのにな、一流コーチャーで確かに、なんかそう成功しないんだよね。なんでですかね。だからあそこら辺がね、もうピシッピシッと成功していけば、阿部監督も今は 50% の考えてる野球しかできないけど、これが70、80になってきたっていう風になってくると、もう少し強さが出てくると思う。うん、うん、分かる、はい、だから阪神は逆に言えば、そのエラーがなくて、ね、ピシッとした締まったゲームができたら、うん、強さが俺は感じるようになると思う、はい、ただ自分たちは自滅とか、そうなんです、だから巨人もチャンスをもらいながらバントができなくて広がらないとか、はい、だからマイナス要素が今ちょっと光ってるから、確かに、その強みっていうのは何かっていうと、やっぱそこら辺阿部監督が押し出してるスモールベースボール の、 そのバントの部分っていうのが、これがもう8割9割決まってくると、はい、今年のジャンスは強いなって感じると思う。そうですよね、うん、あとピッチャー陣でいうと、すごく阿部監督はそのピッチャー陣信頼している、はいはい、先発も中継ぎも後ろも、その中で船迫投手が最初はその勝ちパターンでは行ってなかったんですけど、やっぱりその毎試合結果を出すことによって、この前の試合ではもう勝ちパターン、山崎より投手の次に来る勝ちパターンとして船迫投手を阿部監督は起用して、それに見事に応えるっていう、その阿部監督のピッチャーへの信頼度っていうのも非常に、まあ、信頼度はね、うん、阿部監督がいろんな場面でシチュエーションで使ってきて、はい、計算されたものが昨日船迫様が山崎よりの後を継いだというね、はい、うん、いうことなんだよ。だから単に変則だからとか、はい、ね、そうじゃなくて、その前から船迫様を試してるんだよね。そうですよね。だから試して、あ、これ大丈夫だなっていうふうに自分の中で考えて、昨日バンと使ってるわけよ。それも計算されてるんだよ、そこら辺は阿部監督の中でってことなんですね。そうそうそう、うん、だから非常にピッチャーの交代にしても、うん、使いどころにしても、うん、替え時にしても、やっぱ間違いないよね。そうなんですよね。じゃあキャッチャー目線からピッチャーのことを見て、状態とかそういう判断をしてるっていうことなんですか。俺はキャッチャー目線というよりやっぱ監督目線だと思う。キャッチャー目線というのはボールが来てるか来てないかとか、うん、まあ、そういうことなんだけども、監督目線っていうのは相性がどうだとか、うん、そういうことまで考えなきゃいけないから、はい、俺はやっぱこう、もう阿部監督っていうのはしっかり監督目線でものを考えてると思う。そうですね、やっぱりそう、うん、キャッチャー目線ではもうないってこと、ね、キャッチャー目線で変えるのは危険だよね。うん、うん、だからいろんなこう角度から、うん、本当に進行形ありかないか、うん、ね、いや勝負だと、勝負だったら変えなきゃいけないから、変えるんだったら誰にする、うん、右か左か、うん、いやこれ左バッターだから左、いやそんな単純なもんじゃない、うん、やっぱり右のこいつ、うん、データ見る、ね、あ00、ね、抑えてる、よしここに行こうっていうような監督目線だと思う、うん、そこは全然もう監督になられた時に変わったってことですか。いやもうキャッチャー目線っていうのはやっぱこう危険だよね、うん、まだね、まあ、それは単純に表現として監督目線というのは使っても構わないけども、阿部監督の場合は俺はもうそういう替え時っていうのは監督目線だと思う、うん、まあ、立派な監督になってると思う。そうですよね、うん、あとまたピッチャーの使い方なんですけど、例えば、まあ、赤星投手だったり、今先発に回った堀田投手も最初は中でとか、例えば失敗したとしてもすぐにそこからの位置を剥奪するんではなくて、やっぱり2回とか3回チャレンジさせて、それでもダメだったらこう今中で頑張ってる人を先発にしてとか。失敗の仕方だな。仕方なんですね。あ、失敗の仕方が、失敗したら、はい、もう飛ばされるよ。そこ、いやそれはそこら辺は厳しいよ。あ、そっかそっか。やっぱ逃げるのが一番嫌うからね、おっしゃってましたね。だからなぜお前をここで使うのかって、うん、逃げるなって挑戦だと言ってこいみたいな、うん、でそれで玉砕されても、うん、次またチャンスがある、はい、でも逃げまって抑えてきてももうファーム行けっていう、うん、ね、いや逃げるのが一番嫌いだから、ね、そうですよね。そりゃそうだよ、勝負事で逃げたらもう話にならない。そうですよね、うん、それは申告敬遠という逃げはあっても、うん、それは攻めるための逃げだからさ、うん、でも自分で勝手に逃げ回ってるやつがおるからですね、それはダメですね。でもそんなのもう引き裂いてやる逆にね、はい
だからもう小林もそうだよ、岸田もそうだよ、来いみたいな、そうそうそう、もういお前来いよみたいな、うん、すごい、お前知らねえぞお前こんなんで逃げたらみたいな、来いみたいなやってるけども、それでも逃げ回ってるやつが多かったダメでしたか、やっぱり。やっぱ結局逃げ回るやつは逃げ回るな、最後までダメ、真っ向勝負いかないってこと、まあ、誰とは言わないけどさ、はい、もう逃げ回ってる左ピッチャー逃げ回ってるわ本当に、そうだね、しっけーよみたいな、今多分コメント欄で出てるかもしれない、いや本当にもう安倍監督もちょっと映した時しっけーよやってました、逃げみたいな、姉ちゃん抜かれてたんだ、そこ行かなんかっていつ行くんだよボケみたいな、行かないみたいな表情出てましたか、俺もそう思ったよ、あそうなのか、1球目は構えた、うん、逆球に近い真ん中みたいな、うん、アホみたいなもうお前もうマウンド降りろよみたいな、もう肉行ってこいみたいな思ったもん、もう一瞬で同じこと一瞬で一瞬で、もうなんか阿部監督になってたから安倍監督が、そう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 、まあ、だそういうことなんですね、いやその失敗の仕方、いやだからそこで打たれても俺が責任取るし、うんうん、ね、お前が打たれそこ行って打たれるんだったらきっちり、うん、ね、いいよって、うん、そうしたらまだ伸びしろっていうのを感じるけど、はい、逃げ回って、うん、もうね一歩前で帰ってくるんだったら帰ってくんない、もうすぐ二軍ってなっちゃいますね、そうそうそう、だからまあそういうねピッチャーは将来的にも大成しないし、うんうん、やっぱそれは向かっていく気持ちが入りながら、うん、向かっていっといて引くとか、はい、引くって見せといて行くとか、うん、そういうことができなくなるんだよ、うん、もう逃げばっかりだから立っときゃフォアボール、うん、そうですよね、うん、相手にとっちゃ美味しいですよ、ね、そうなっちゃうからね、うん、だからまあでも安倍監督のその手腕というのは、はい、やっぱ厳しさの中にやっぱ緻密さがあって、うん、まあ20勝に到達したんだろうなと思う、そうですね、ただ3人の監督と明らかに違うのは試合数が増えてるということだ、で交流戦もあるということだ、そうです、ね、だから環境が変わってるから、お20勝やったその年には必ず日本一になってる、うん、それとはちょっと違うという、そうです、ね、様相がね、うん、それプラスアルファこれまでの巨人の戦い方を本当に真逆の戦い方に今変えて戦ってるっていうところも、はい、やっぱりなんかあるのかなっていうふうに他の監督とはまた違うところ、まあただね阿部監督はねこのままで優勝できるっていうふうには考えてないと思う、やっぱ選手も育ってこなきゃいけないし、ね、若手を積極的に使って、ね、頑張らせてるけども、うん、いやこのままじゃダメだと、うん、いうようには感じてるはずだよ、そんな甘く考えてないよ彼は、うんうん、だからこれからどういうふうに若手を成長させていくのかとか、はい、まあ、チャンスを与えてるからね、うん、チャンスを与えながらよくここまで勝ってるよしぶとく、本当そうですよね、うん、だからまあ強さも感じないんだけどもさ、うん、でも足元は固まってきてるのかな、土台はできつつあるのかなっていうことは感じる、まあ、ここから5月後半から交流戦で今度パリーグと当たっていくわけですけど、パリーグと戦う上でもこの今の現状の巨人の戦い方、ああスタイルは変えない、それはもう変えようがない、うん、うん、今からもう去年のようにホームランを打てつだって選手がいないよそうですよね、うん、まあ、だから変える必要はないし、うん、まあ、変えないとは思うけどもね、うん、3人ね、20勝一番乗り、はい、まあ、この3人は日本一にそうなってるって言うけども、うん、それと比較するとね、うん、ちょっとかわいそうだよ、まあそうですね、それ絶対そうだよ、うん、やっぱね交流戦はある試合数は多いとか、はい、まあ、そういうこともあるからね、うん、うん、そうですね、まあ、はい、そうで過去3人はリーグ優勝、日本シリーズも勝って、ね、新人監督でクライマックスシリーズもあるし、ね、もう今そう時代がそうなんですよね、そうなんだ、だからちょっと違うんだよね、だからプレッシャーかけるなと、うん、かけちゃった、まあ、かけるなと、ね、いうことですね、そうそうそう、はい、はい。